どうも赤星赤大瀬尾赤星マシマシテレビマシマシ TV マシマシ TV 当然のように始まりますね、ついにそばにね手を出す時が来てしまいましたということで、そばはね大丈夫だということで看護師さんにはい言われました。なるほど、ね、ということでね、砂場総本家さんというところに来てまして、様変わりしましたね。いや変わりましたね。情緒あふれる箕輪橋駅都電荒川線ですね、でこちらはなんとですね、江戸のそば御三家、やぶ、さらしな、砂場とあるんですけども、その砂場の一応東京今総本家ですね。有名ですね。かなり有名ですね、砂場っていうのはね、大阪城を作る時の資材置き場の名前らしいです。砂場っていうのは、それが転じてる。そうなんですよ。そこでまあね誕生したそば、砂場そばらしいです。はい。私初体験ということで実は砂場そば行ってますけども、店内こんな感じでして、なんと1912年にここに移転してきたらしいんだけど、建物自体は昭和29年に建ったので、かなりね店内かなりこう風情がありましたよ。昔のアイロンとか置いてあったりして、火鉢で温めるタイプ、温めて、でおすすめは天ざるということだったんですが、私はちょっと揚げたものが、まあ、そのためのそばこれ頼んだら意味なくなっちゃうんで、ざるを選択しております。着丼こんな感じですね。いやチャンネルのコラボですっきりとしてますねこれね。ちなみにザルと森の違い、なんと海苔が乗るか乗らないかと、知ってました？これ結構ね富士そばとかでもそうだけど、はい、こういった蕎麦屋さんにも、あそうなんですよ。まあこの、これはあの同行新潟の大天ザルということでね、一番豪勢な1700円の天ザル、私はもちろん見てるだけです反対側で、さあ行きましょう。そば、まずはそのまま、これ結構僕はやりますよそのまま行くっていうのはね。でですね、風味はそこまで強くないんですね、あのやぶそば、さらしなそばの中間であるというのが砂場そばらしいです。レポが繊細ですね。すごい今やっぱ肉から言った、確かにね、油やめとけやめとけ、サクラビルはやめとけ、一応確認させていただきました 4.5 です。いやいい、主治医に言うぞいやでもね、あのちょっと飲むことにはなるからねやっぱりね、あでも見てください、そう先端だけつけて食べてますよ、 あまりつけすぎないように。これはねやぶそばの濃厚な汁をあまり取らないようにね発祥ということで砂場でもやっちゃいます、ね、めっちゃ勉強してるじゃん。やりました。そうなんです、結局つけない、あすいません二口からちょっと我慢できなくて言っちゃいましたが、まあねこちら喉越しの良さ、それから大きめの海苔がねこうつゆを絡めて運んできてくる、非常に美味しかったですね。さあそして薬味乗ってますね、もちろんね、おネギとわさびね、こちらねやっぱニンニク同様ね途中から入れないと、あんたニンニクはもうね、出てこないけど、まあね、ニンニクの代わりとかないから、まあ、味変のねアイテムとして使っていただくね。わさびはねあまり辛くないマイルドタイプ、ネギ量多くてですね、ネギの辛みの方で、少しこうキリッとしたそばになるのかなという味変でございます、まあ大盛りなんですけど、なんとこれで終了です。結構量は少なめなのかなという、いやまあ普段見慣れちゃってる、あそっち、そうなのかなあ、またそば湯ね、そば湯見てください、そう、豪華、いやそうとろみがあるから、ね、なかなか、そう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 、でちょっとしょっぱいのつゆだったんでね、あのそば湯の方を7で多めにしたりすると、結構美味しくいただけるのかなと、結局飲むんですよね、だから、あ、まあ、大丈夫かな、まあ、まあまあまあ一杯ぐらいだったらいけはるはずですよ、心配になっちゃう、心配になっちゃう、心配になっちゃう、そこでねダイレクトそば湯でさらに胃の中を薄めていく心配チャンネルそばよりやっぱ赤星に、ね、っあそうですか、あただまあそば湯としてはね、とろみとか温度、そしてそばのうまみを十分に感じられる、これめちゃくちゃうまかったです本当に。このあと3杯飲んでますから、そば湯だけで、そういうとこよ、え3杯飲むとか結局どっかしらマシマシにしてるじゃないですか健康だと思うよそば湯は、本当にそういうとこだ、そういうとこ、ほどほど、まあ、ほどほどね、全てほどほど、まあ、これ何になるの、これハイカラレベルです74ということでね、適してるのか表現として、これはまあまあハイカラ、まあ、覚えやすい覚えやすいですよね、バンカラとハイは何だっけ、
はい、勉強してないから先生、バンカラと 何かの組み合わせですよね、ハイカラってね、うん、ということでハイカラな1店舗目行っちゃいましたけども、私なそば屋さんね、これなんかね、早速1店目から本格的なお店に行ってるなって。あ、そう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 、やっぱあの、なんならね、ジロー行ってない時に僕結構そばって行ってたんですよ。で、これまでちょっと僕が行ってきたそばストックっていうのもまあまああって、あ、結構詳しかった、ね、ここ、あ、そうそう、実はちょっと詳しい、詳細まで掴んでる店がね何店舗かあるんで、ね、ちょっとそこも紹介していきたいんですよ、ここ。あ、なるほどね。まあ先に言うと港屋さん、知ってます？港屋、あの、なぜそばにラー油を入れるのかってお店あるじゃないですか。 あれってインスパイア系なんですよ、実は港屋の。ジローインスパイアでなく港屋というお店のインスパイア系なんですよね。聞いたことある、聞いたことあります、言われてみれば。なのでちょっと港屋さんちょっと行ってみたりとか、そばの楽しみまだまだありますので、あの、ジローじゃねえじゃねえかい、提案でいいとは言わずに。そうですね、そこがまず第一ですね、はい、離れないでください。リアディゾンみたいな、恋しないで、懐かしい、リアディゾン、恋しないで、これからもよろしくお願いいたします。ごっつぁんです。